バイダーチャンネル。はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もですね、引き続き新興国市場におけるイノベーションについてお話をしていきたいなというふうに思うんですが、前回ね、イノベーションの定義をもう一回、整理をしましたと。まとめると、イノベーションっていうのは別に技術革新だけじゃなくて、新結合っていうのが本来の意味ですよと、シュンペーターが唱えている本来の意味っていうのは、イノベーションイコール新結合であると。今まであった古いものと新しいものを、組み合わせて、新たな価値を生む、全く違う価値を生んでいくってことがまさにイノベーションなので、その定義の整理をしましたと。で、今回はその新興国市場で高いシェアを持つ企業、先進グローバル企業の背後には必ずこのイノベーションが潜んでいますということで、少しね、ちょっと事例の紹介をねしていきたいなというふうに思います。B2C もね、 B2B も両方事例紹介していきたいと思うので、まず B2C の事例から、すいません、早速スライドをお願いしたいんですが、やっぱりね、僕ね、新興国市場の、イノベーションの走りというかね、非常にその、有名なイノベーション、画期的なイノベーションというのはね、このエムペサの事例だと思うんですけども、アフリカケニアで始まった、サービスなんですけど、これ2007年にね、サファリコムとボーダフォンによってケニアで始まった、モバイル決済サービスなんですよね。で、簡単に言うとケニア、アフリカね、皆さん行ったことある方も少ないのかなと思うんですけど、その銀行口座持ってない人って普通にいるんですよね。ほとんど銀行口座持ってないで、銀行口座持ってないんだけど、お金って必要だし、で、じゃあどうやってそれ管理するんですかと。家だってね、そんなセキュリティのすごい家じゃないし、じゃあいつもポケットに入れとくんですかと。山賊だっていっぱい出るわけですよね。で、そんな中で、どうやってこの銀行口座を持ってない人にね、銀行口座、携帯、お金をね、こう送ったりね、するんだっていう、それを画期的に変えたサービスで、銀行口座を持たない人が携帯電話を使ったね、簡単な送金とか支払いを可能にしてる。今モバイルで決済なんかピッピッピッって全部もう携帯も番号に全部入ってるわけじゃないですか。で、このエムペサは例えばね、そのね、商店みたいなところに行ってね、エムペサって書いてある。で、この携帯にしてこの現金を下ろせるわけですよ。そこでね、 ATM みたいにね、現金使いたいっていう時に送ってもらった現金を下ろせるし、で、あとそこでその携帯通じて決済もできるっていうね、もう本当に画期的なサービスで、で、このイノベーションのポイントって、やっぱモバイル技術と金融サービスを融合させた、まさに新結合ですよね。今までの発想だと、その銀行、お金に関しては銀行がやるものでしょうと、なんで携帯会社がやるのって、全く携帯会社とその銀行のサービスがこうくっつくなんていう話っていうのはね、そもそも発想としてないわけでね。で、それをモバイル技術と、金融サービスを結合した。銀行口座がなかったらお金は送金できないっていうのが今までの常識だったのが、いやいや、携帯番号あったら別にできるでしょうという、そういうものですよね。ですから、既存の金融インフラに依存しないので、非常に発展の進化のスピードは速かったと。固定電話がないのに モバイル携帯電話を使ってるわけですから、ガラケー使って、で、今ではスマホ使ってるわけですよね。ですから、このモバイルのこの進化のスピードに、金融を乗せてったっていうね。で、経済エコシステムへの進化ですよね。なので、これはね、本当にエムペサの事例は本当に画期的で、まずその新興国市場のイノベーションというと、このエムペサになるのかなというふうに思います。で、次のスライドお願いします。次はね、B2C 消費財 FMCG ですね。食品、料菓子、日用品等の FMCG ですけど、ユニリーバとネスレ、このユニリーバとネスレといえば、新興国市場の、先進グローバル企業、高いシェアを誇る先進グローバル企業、ローカライゼーションやサステナビリティの取り組みを通じて、ものすごく強固な地位をね、新興国市場で築いていると。本当に大きなシェアがある企業であると。で、このイノベーションのポイントはね、彼らのイノベーションのポイントはね、やっぱり伝統小売の攻略がすごくて、
基本的にその新興国といえばね、もう伝統小売なんですよね。もちろんオンライン流通っていうのは今徐々に出てきてますけども、基本的に我々がその日本でね買い物するようなスーパーコンビニなんていうような近代小売の数よりももう圧倒的に伝統小売の数が多くて、でいかにこの伝統小売と言われるパパママショップに商品を配下するか、で配下するためには販売チャネルが必要で、このディストリビューションチャネルを構築するっていうことがもうまさにイノベーションなんですよね。だって何十万何百万ってある伝統小売にね、物を置いていくなんていうのは本当にそのディストリビューションチャネルをしっかりと作らないと配下できないので、この伝統小売の攻略に成功したと、つまりはまあチャネルの構築に成功したっていう、これ一つのイノベーションで、あとこのユニリーバーとかネスレとか新興国市場でやっぱりよく見られるのはね、栄養とか健康衛生、まあネスレだったら栄養と健康かな、でユニリーバーだったら健康と衛生みたいな取り組みをね非常に強くやったんですよね。まあ栄養価が足りてないわけですよね、例えば新興国市場で。それに対してこれを食べたら栄養が補完できますよってネスレはそれを訴えて、その人のその国の人々の生活を豊かにしてったっていうことをね、これ全方位的にやってる、消費者もそうだし業界もそうだし行政政府にも、まあ、それをロビー活動してやってきてるし、でユニリーバもそうですよね、手洗わない、バイ菌いっぱい汚い、その人たちに手洗いましょうと、衛生的になりましょうと、手洗うことがどれだけ重要か、トイレきれいにすることどれだけ重要か、こういう教育してきてるわけですよね。でこんな取り組みをしてきてる。あと3つ目が、まあ、インクルーシブとエンパワーメント。これはね、分かりやすく言うとね、例えばねその、女性のね、社会的地位の向上のために、例えば女性をセールスレディのようにして商品を販売するような、形態で、これ社会全体を巻き込んで自分たちのビジネスをするっていうね、本当にこのインクルーシブとエンパワーメントっていう言葉ものすごく重要で、これからの社会単なる、まあ、金儲けだけじゃもう絶対に無理でね、でこんなことをねやっぱ先進グローバル企業ってもう早くからやってるんですよね。日本企業今はやんなきゃ頑張んなきゃってここ5年10年ぐらいで言ってますけど、もっと早いタイミングからね、これをやってて、特にその女性の、活用による売上貢献みたいなことをすごく力を入れてやっているというのがこのネスレユニリーバーのイノベーションでございます。であとねちょっと時間がないので、次回ね、シャオミとかねタタとかね、あと B2B の企業シーメンスとかね、BASF とか ABB とか GE とかキャットとかね、ちょっとやっていきたいなというふうに、ホルシムもねあるかな、やっていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さん今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。